大変申し訳ございませんでした。本日は謝罪動画となっています。私は皆さんに嘘をついていました。私令和チャンネルは弱いふりをしていました。皆さんと同じぐらいのプレイスキルでウィニングレボすることによってより親近感を貸してもらおうと弱いふりをしていました。本当はめちゃくちゃ強いんです。もし僕が本気を出してしまったら僕の友達の立場がなくなってしまう。一平は日平になり、僕は僕になり、メロンパンはパンになる、周年パンパンは、雑念チンポになる。すいません。それらの理由で、私はこの力を封印していました。しかし、これ以上、視聴者を騙すことはできないということで、今回の会見に至った次第でございます。では一体、どうやって自身のこの圧倒的な、この強さ、制御していたのか、そちらを解説していきたいと思います。結論から申し上げますと、縛りを加えていました。全力でやっても、雑魚キャラっぽく映るように調整をしていました。その、エレンが立体起動装置壊れて、なんか、逆さになっちゃうみたいな、それみたいなことをやってました。それではその縛りというものを一つずつ解説していきたいと思います。一つ目はこちら、最強家族、エドワルド・ドミンゲスの封印。まあ、普通に使ったことはあったんですけども、このガチスカでこの監督を使わないことによって、もう、どんだけ頑張っても、中火くらいの火力になるように調整していました。はい。その、ウギレっていうのは中華料理なんです。はい。もう火力は全て。そんな中、中火しか立てないような状態でウィニングレボする。それによって、愚者を演じていたと。そしてもう一つの縛り。こちらが非常にでかいです。エーリング・ハーランドの封印。まあ、皆さんご存知の通りですよね。その、ハーランドを封印するということは、その、モンハンで言うところの武器なし。ポケモンで言うところのポケモンなし。まあそれと同等のレベルと言われています。その状態で戦うことによってまあ何の変哲もないチンチンを自然と演じることができていた、そういうことになります。まあしかしこれだけ聞いてもですね、いや令和チャンネルは俺たちの同じザコチンポだと、ザコチンポの皆さんは言うと思います。しかし残念ながらそれは違うんだということをまあ実際に試合して理解していただこうと思います。それでは早速行きましょう。フルパワー。やっと本気で戦うことができると、ようやく残白刀を手にしたねイチコみたいな感じでもうブンブン振り回していきたいと思います。不正行為通報。じゃあ通報されちまうから強すぎて、おっぱい。いいですね。そしてまあ、ハーランド。おーハーランドも調子がこれ完璧やな。まあ、5212、あ、了解です。もうこんな、アイコニックモメントのあの字もないようなスカートに負けるわけがないから。で、ディフェンスがエドワルド・ドミンギスはとにかく難しいっていう風に聞いたから、とにかくこれ集中していこう。うわー、ライカールドがもう蹴っちゃう、こうやって集まっちゃう、ライカールドのとこに。はい、ボール取った。嘘だろ。こういうところでね、ボール取れそうで取れないみたいな、なんか事故が2回連続で起こったら失点は起こります。そう、こんな感じでね。自分でボール回して、待つのよ。その、縦にボール出す瞬間を。縦にボールをぶち込む瞬間を待つ。ひたすらずーっとこうね、くさびを打つ瞬間を待つ。待って、待ち続けて、それで待ち焦がれた先に、パス戻す。甘かったら、ここだ！レベリック、うーん！ふざけたフリットですね。まあ、これは折り返してくるんで、それをカットしましょうか。そういうこと。お前、奥行きすぎ、マジで。それな、手番と一緒やから、奥行きすぎたらダメないで。わかってる？はい、ここパス。カマウィン、カマウィンがスルーが完璧。今度やれちゃうから。はい、来た！もう、ルンメリゲの射程範囲、ほらな。はぁ、いっちゃった！こういうことやってっから！普段！うわ、ルンメリゲでボール持ってからミドルバコバコ打ってっから、マジで。もう爆竹みたいな感じで。あ、もういつもだったらね、これ、レイアウトで泣き寝入りしてからやられてますけども、もう今回違いますから、普通やられたらやり返しますから、マジで。カウンターパッチかましますから。こういうことなんだよな。いつも通りサンドバックやると思ったら大間違いよ。ディフェンスも安定しているな。まあ、さっきのはちょっとだけ若干事故りましたけども、事故は2回起こりません。だから事故なんです。そうなんです。あまり起こらないから事故なんだと。となってくるとどうなのか。彼はもう勝率ができません。僕に1点取られた時点で君の勝機はなくなってた。ジェラードが上がってくる。きつい、そう、ほら、ジェラードここ！はーい！ディフェンスってクソだよな！バカ！オフェンスもクソだよ！バカ！ルベルドーン！なんでや！クソ！お前あんな至近距離でそんなぬるいシード打つな！とことやれ！殺すまでやれ！いいか？やれよ！やるんだぞ！やるんだよ！おい殺すまでやれよ！これ気持ち切り替えていこうな、しっかり。あ、オッケーオッケー。これはリュカエルなんですが、走る。まあ、こういうね、安直でクソみたいな攻撃をしてくれると、非常に助かる。ぶちのめしやすくなるからな、ジェラード。そしてここで、ジェラードが、頼むぞ！いけるぞ、フォルランなら。いい、あは？何これ？わけわからん。お前ら小児かよ。いや、これいかねえよ。はい、ライカールトが出張してきたと。後ろからやってきたライカールトが本命やから。相手はね、まあ、ハンバーガーでいいんですよ。僕はマクドナルド。ディフェンスラインはマクドナルドと思ってください。ひたすらハンバーガーを作りまくると。ルンメリゲ。来たな、フォルラン。そういう動きが詰まってたぜ。わっか！これ集中しときゃ、お前一発のカウンターやられたりするぞ、こういう時。マジ落ち着け。カルトグルバリ行かねえ。ルンメリゲを作る。はい、ハンバーガー。またしても。まあでも1対1でも全然いいんですよ。なんでかって。そう、俺たちは後半から始まるチームだからな。はい、ハーランド。そして、オシメン。そして、コンディコール。ハーランドの本気の出し方を教えます。こうです。走ります。
したら、もう取るか。おら、とんでもねえだろ。今、デレフトなんかたまに九死に一生だったな、ほんとに。一生の方が出たな。マジ高橋だな。はい。ビエラ来た、全然ビエラ、これが本当にね、エグすぎたからね、友達泣いてた。本当に。あ、ね、これ。はい、シュート。入った。あ、しかし、コーナーキックを与えてしまいましたね。水を得た魚、ヘディングをするハーランド。お、おしえ、ちょっと、お前、そんなガタついてる。ちょ、お前、これは、ハラちゃん、バーじゃーはははおーい、おい、ガクガクから飛び出しちゃってる、ハーランドがデカすぎて。おしめ、そうだ、ハーラン、一回こうで、一回ビエラ挟めて、で、そっから中戻して、明日ハーランドが相手してたちょ、これ。いや、三人で囲んでるから、モリエンテスでこの場面どうやって打開するよ。はい、残念。分かってたからね。別に全然いいんだよ、それは。もう、王直属護衛軍みたいな感じでもついとったもんな、サインダーバッカー。あんな無理やん、絶対。神が立てます。開いた、押し目。そして、これ、パスを出す。ハーランドは、なんと足元もいけちゃう。これね、敵に相手ぶつけること言って、パスの威力を軽減。そして、弾かれる。まあ、ちょっとね、今、見せ深すぎてるんで、そろそろ、点取っちゃっていいですか。何回目のコーナーキック、もう電波しろですよ、これ。ありがとう、ハーランド、バーン、なんだこれ、もうボール原付きみたいなのとったよ、お前。巻き込みすぎやろ、さすがに。カマウィンガ。あ、これ立てます。はい、これ突っ込みます。で、まあ、そこの宿営に関しては、カマウィンガ先生がやっちゃうと。アンカーって大事よな、やっぱり。リレーにおいて最も大事なのはアンカー。それ一緒。サッカーとリレー一緒です。ステミジャラード、パス出して。立てますぞ、この縦パスがしたくて俺はサッカーをやっている。ライカールド、ゴーゴー、ホーランド。いや、あ、ホーランド何やってた、ボールをホーランドしてる。いや、いけるってこれ。はい、おしめ、くそ、ね、これなんか切るよ。あ、オッケーオッケーオッケー。これ、カマウィンガーそこで来たくかまして、もう、秒でね、ディフェンスラインに溶け込むわけよ。で、これでも実質フォーバックやろ。はい、もう突破不可能、残念ながら、もう閉まりました。もうこれ、処女幕だから。はいね、ほら、見た、もう処女幕を犯そうとすること犯罪ですから、こうなる。ハルト行くぞ、おい。ハルト、ハルトこれ、フィッシュゴー、これがハルト、ボールないよ。キャメル待って、やばい、バカキャメル出た、いや、バカキャッシャー、やばい、ちょ、待って、バカキャッシャー、あぶれ、これは縦パスを容赦なく入れていく。ほら、ヘッドあるぜ。もう体全体使ってサッカーしろよ。うっ、ハーランド。ハーランド、ハーランド、おい、どんなことの、ビビっとんちゃうぞ、お前。もっとしっかりやっていけ。ハーランドらしいプレイを見、ビア、ここ、残念。もうハーランドここから決めるから。だろ、トラップでかいよ。あれ、ちょっと髪が。ちょ、これちょっとガチだ。まあ、3トップにおける圧倒的な火力はこれ間違いねえと。まあ、今ちょうどなんかその体温まってきたぐらい。2試合目は確実に相手をボコボコにできると。問題は一体何なのか、君だ。なんか俺が敵として見てるハーランドの時よりなんかその、弱いんやけど、なんか。ガロンドロフの剣かと思ったらなんかアイクぐらいの剣しかなかったんやけど、なんか、ん？ちょっと一回改めてこいつの能力値とか、そういうなんかスペック確認しようか、一回。194センチ引いた。あはははは、ちょっと待って。左、これアーサーやないか、じゃあこれ。いや、さすがに分からんって、それは。マジで。え、だって、アーランドの顔見て、右だろ、どう考えても。まあ、久々にバランとか使って遊んでみようかな。ちょ、ソルキャンベル出張しちゃうから、バラン真ん中にしてみよう。まあ、前半、エドワルド・ドミンゲスでガチって、で、後半でぶっ倒、なんか、似てんの。こういうイキリとぶっ倒すために我々は言います。行きましょう。潰す。お前が強いのはネット上だけ。ってことはこいつ無敵か。いや、だから甘いね。ネットが強いのは俺も一緒だ。なんつったら、引きにいと。痛い！待って、おつけ。これはね、ディフェンスは、容易なプレッシーやめろ。バランダメだ！まあ、ずいなぁ。走れろ！まあ、守備に関しては若干甘さが出る。それがエドワルド・ドミンゲですから、問題ないですね。キリアン・ムバッペ、ボール持つ。いや、下げちゃう。ここで俺は前に行かねえ。あえて下げるってことを学んだ。そして、サイド使ってジェラード。空いてるなぁ、ホルランが。ここだ、ルンメリケ。ムバッペ！まあ、おい、ボールあそこ！何やってんのは、ボールサンダーじゃねえよ、お前。蝶々じゃねえんだから。おい、ソルキャンベル、待て。うわぁ、これいかないよ。そうそう、問題ない、問題ない。しっかり対応しろ。したら大丈夫だ。問題ねえ。俺たちはできる。そういうディフェンダーだ。そうな。そう、ゴールさえやらなければいいと。間違いねえ。いかだペナルティエリアなんてくれてやれ。ゴールさえくれなければそれでいい。マッペ。いったろ、ルメリケ！トーラン！はい、こう。来たなぁ。前線からのビエラ触った時は何だって？はい、成功率 100% 攻撃。マイボール。最悪。なんでや！意味不明、ジェラード。はい、オッケー、ジェラードの膝の中。これフォルランが行く。前向いてる奴が来いよ。これもうサッカーやったら OK。もうちょ、なんかこれ違うやん。高校生やったらわかるだろ。作ったん中学生ウィニングイレブン。でもビエラに関しては正直なんかね、あの見せかけなんでね、余裕でぶっ飛ばして、で、こっちのガチのビエラで叩きます。ムバッペ。うわぁ、それまずやばい！フォルラダーフォルラダー、ビエラない、ビエラねえ、そこで。俺は、ライカールドだ、これ一回0対1。そうそうそう。あ、落ち着け落ち着け、問題ない問題ない。0対1だと問題ないから。そう、バランが来ると問題ない。はい、終わって。終われよ、バカが、ロスタイム出して決めたらどこや、お前らだろが。あ、やめろ、ボケ、あ、やめろ、ボケ、おい、あ、やめろや、
ロスタイムゼロにしたお前らやぞ。頭いかれとっけ。そして今回はハーランドを右側にセットすることによって、これマンブリハーランドできます。いきます、ガチでいくわ。集中な。その中でもレイガチャンネル、冷静さを忘れんなよとライカートがトラップで教えてくれた。マジで危ない。俺は行かねえよ。下げますよ、僕はここで。だから先行き不透明なんだから。俺は確信を持って、あ、これは戦えるな。俺、オーセンと一緒だから、行けるなって思った時しかパス出しません。ライカルド。あ、これ行けないね。違うね。これまだ違うね。ここだな、ハーランド。これ圧倒的なフィジカル。ボールをキープして、パス。アンディコールのワンパチ。わ、あ、事故れ！ハーランドがビリ。なんてフィジカルコンタクトのゴングやからな。今度は胸トラできるか。はい、おっぱい、圧倒的ドンキーコング。あ、これ、おしまい。こっち。来たな、アンディコール。カウン！ファーイ！カールって言うぞ、カール。めちゃめちゃ精神の強いダービー出ました。カール、オッケー。カール、カール、なあなあなあ、まだいかないぜ。ジェラード、ジェラード。そしてハーランドのフィジカルが炸裂しない。相手、相手にすんなりボールを渡してしまう。で、相手は勘ぐるよな。なんでボールが渡ってきたんだ、これは罠か。そんなこと思ってるうちにピエラが突っ込んでボールを奪ってしまうと。完璧。まあ、心と心のまさぐり合い、それはまさにセックス、それがウィニングリムなんですよね。まあ、とこずつって言いますか、ウィニングマイツは。あ、完璧で、これでライカル、ウェイウェイウェイ。え、は、中田秀樹じゃないや、あれ藤修介やん。ボール消えたんやけど。え、何、どういうこと。それなんか、あれだ、サッカーじゃない世界から来てんだ。稲妻イレブンだ、相手。まあ、稲妻イレブン相手にでも十分戦える。それがエドワルド・ドミンゲス、そしてフューチャリング・ハーランド。見せます、ロドリ。縦にロドリが走ってくる。いいよ、ロドリ、それでいい。それでいいんで、おしまい。ハーランドができるぞ、ハーランドのこれが、ハーランド、えい。ちょ、待って、あ、あそこで俺が毎回、ほら、ここでのガンプレバランが効くと話題に。そして、スティーブン・ミチェラード。僕はやりませんよ。こんな成功率の低いパスやるわけないじゃないですか。バラン。そうだ、冷静にボール回せ。そうだ、ロドリ。ここで初めてパスが出る。ずれてます。ジェラード。さあ、ライカード。倒れます。ハラド。ハラちゃん。アンディコール。おしめ。ハラドハラドベラー、くそー。もう敵の攻撃ごとぶち込んでから3点1取っちまえよ、もう。マイボールだろ、どう考えても。ああ、もう審判がいかれてる、マジで。もう、これ、勝利サッカー決勝やん、勝ち。もう、こんなん、どうすれば勝つよ。絶対勝つよ。ハーランド、あ、もうごめんね。いっちまったな。会場ハーランドいきます。突っ込む。ははいいねよ、ふざけんな。今のがなんで入らんの。平塚か、お前ら。普通の打てんで、なんか変な打てるみたいな。平塚、あいつ。顔平塚みたいでしょ、なんか打つときは。平塚フィジカル、ぶち抜くぜ、ぶち抜くぜ。あら、なんでやねん、これ。心配いけるじゃん、やれ。決勝結果、シュン。